でこっちをつけちをけゃいますよ、ね、そうするとねこうやってピーって音がしてますどうもこんばんは桃太郎でございます、えー、本日はこちらシェルのジャンプスターター SSLSJP013 をご提供いただきましたのでご紹介させていただきたいと思います、えー、ジャンプスターターってご存知ですかね ご存知の方はご存知ですしご存知でない方はご存知ない当たり前なんですけれども車のバッテリーが上がってエンジンがかからなくなってしまった時にですね接続することで電力を供給してエンジンを始動させるための機器でございますね昔はあの近くに他の車があった場合にはご協力いただける場合ですねその車のバッテリーと自分の車上がってしまったバッテリーをブースターケーブルでつないで エンジンジを始動させるという方法がよよく見られましたよねでバッテリー上がりは突然やってくるということで先日私ある社外品のアイテムを取り付けましたら結果的にねそれが原因でバッテリー上がってしまったんですね、えー、私 JAF に加入してますんでその時はもうすぐ JAF を呼びましたあの急ぎの用事ではなかったんとあとタイミングよくですね30分からまあ40分後には来ていただきました えもしですね、急ぎの用事があって、すぐに出かけなければいけない場合とか、JAF 出ましたけど、到着まで時間がかかるという場合はですね、ジャンプスターターというものを持っていたらいいなと、そこで思ったわけですね。その時はね、えー、バッテリーが上がってしまった原因ですね、それが分からなかったんで、その時ジャンプスターターをまず買ってみようかなと。 えそれかもうバッテリー弱ってる可能性もあるんで一気にバッテリー交換しようか悩んであげくですね結局もうバッテリー新しいのに交換したんですねでも今思うとまあおそらくまだバッテリー使えたんでジャンプスターター買っておけばよかったなと後悔してたんですよ一つ持っておくとね今後も便利ですからねで今回ねそのジャンプスターターをまあ タイミングよくというかなんというかご提供いただきましたんでちょっとご紹介させていただきたいと思いますよろしければお付き合いください同梱内容はですね、えー、こちらケースですねケース、えー、ブースターケーブルですねこれこれねかなりしっかりしてますよこう口こんな感じですけどあの握力鍛えるあの器具みたいにしっかりしております 取扱説明書ですね。日本語の取扱説明書が入っておりまして、えー、本体を充電するための USB ケーブルですね。えー、C と A の口がついてます。そして、こちらが本体というふうになります。はい。で、本体、ちょっともうちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらですね、もう何よりもこれが印象的ですよ。えー、このマークですね。 そうあの石油や天然ガスでおなじみ世界的に有名なですねシェルでございますシェルブランドのマークになっておりますねそのシェルブランドのこれジャンプスターターというわけですね、えー、もう色合いもですねここ黄色でここに赤も入ってまして、まあ、シェルカラーという感じでございますけれどもこのシェルのジャンプスターターですねこれ新三帝株式会社さん店名はのゼパンカーと。 いうところであのマパイを販売しているところですね、えー、こちらからご提供いただきましたけれどもこの新三階さんが、えー、国内唯一のシェルの正規販売店になっているということでございますねまあ、正直ですね世の中中華製のジャンプスターター結構アマゾンとか楽天市場なんかで販売しているのを見ますけれどもこのシェルのですねブランドというとかなり安心感が増し増しですよね えー、実際ですね、これ安全性、耐久性について、えー、ジャンプスターター本体に、こちらにですね、9つの安全機能が搭載されているということでございますね。えー、ちょっと言っていきますと、えー、過電流保護、それから自己放電制御ですね、フル充電後12ヶ月放置しても使用可能だそうです。まあ、ただ、バッテリーの寿命を長く保つためにはですね、 3ヶ月に一度は充電した方が良いということですねまた使用状況や環境にもよりますけれども1 0回繰り返し充電しても本来のバッテリーの容量80%をキープするということでございますあと温度保護制御ですね、まあ、実使用はマイナス25度から55度ということなんですがヨーロッパとアメリカで特許も取っている 温度保護制御機能がついているそうです。あと、この中に高性能の IC チップが入ってまして、それが世界安全基準認証を取得しているそうです。えその他、過放電保護、逆電流防止、それから過電流保護、それから逆接続防止ですね。これ後でわざとですね、バッテリーの端子逆につないでみたいと思います。えー、過電圧保護ですね。こちらもついております。えー、その他ですね、えー、落下試験。 1.2メートルの耐久テストにも合格。えー、あと PSE ですね。日本の電気安全用品安全法の認証も取っているということで、えー、こちらに、見えますかね。PSE のマークが付いています。まあ、いろんな認証を取ってるようですね。いっぱい付いてますね。はい。この辺は安心感が違いますね。はい。それからこちら、ケーブルの方にもですね、まあ、本体、こちらと同じような、 安全機能が8つほど搭載されているということでございますね。で、あの、ジャンプスターターとしての使用手順はですね、後ほどご紹介いたしますけれども、えー、その他にも、えー、いろいろと機能がありましてですね、はい。こちらちょっと順番に見ていきたいと思うんですけど、まずここに電源ボタン、ブーストボタンがあります。で、電源ボタンを押しますと、ここ、まあ、こ A4 ではね、ちょっと白くなってると思うんですけど、青い電灯が光ってまして、バッテリー容量の残量ですね。こちらが出てます。えー、ここから25%、50%、75%、100%ということで、まあ、100%に近いぐらい今充電されているということですね。あと、こちら見ていただくと、ここにランプがついてまして、えー、こちらの電源ボタンを長押しいたしますと、このように。 まあ非常灯みたいなもんですね。ランプがつきます。で、一回長押ししますとえ、常時点灯ですね。いわゆる。それから、もう一回これを押しますと、まあ点滅、ストロボですね。これになっています。で、もう一回押しますと、これがね、SOS 信号になっているそうですよ。 あと、それからですね、こちら、ここがですね、バッテリー本体を充電するための入力端子、USB-C が付いています。で、こちら側は外部、例えばスマホとかタブレットとか、そういうものを充電するため用の出力端子ですね、USB の A が2つ付いております。結構これね、やっぱ頑丈な感じはしますよ。重さもまあありますけどね。で、こちらにですね、赤いところ。 側面にはここにブブーーースターケーブルをつなぐ端子がついていい、ます。はい、でですね今回バッテリー新品に変えたばっかりなんでちょっとバッテリー上がってないんでえやり方だけちょっとお伝えしたいなと思います。でまあバッテリーが上がってるという手でいきますとまずこちらですねこのブースターケーブルのこの青い端子を ジャンプスターここに赤いところがあってこのシャッターがあるんで、えー、ここにもうこれ向き決まってるみたいなんでこっち向きはもう曲線が決まってるんでここでクシッこのようにつけました。はい、であとはですねプラス曲はプラス曲。 マイナス極はマイナス極にくっつけるだけなんですよ。ですので、えまずこの赤い方、赤い方をこちら、プラス極ですね。見えますかね。プラス極の端子につなぎます。よいしょ。はい。がっちり。このようにつなぎますね。え、暗い方の端子は、 はいそうするとですねこちらちょっと緑が点滅してますので,でこの緑のランプが点滅している時は自動車のバッテリー残量は極めて少ないことを意味していますそんなはずないんですけどねこの場合は一応ねブーストボタンっていうのがここにありまして。 ブーフトボタンを押しながら緑のランプが点灯するまで待ってくださいということらしいです。でもう一度ブーフトボタンを押して30秒以内にエンジンをかけると。まあ、通常はですね、ここ緑のランプが点灯しているだけの層なんですけども、そうする場合はエンジンをかけてジャンプスタートをするということになりますね。ここで訂正をさせていただきます。今、ジャンプスターターのつなぎ方をお伝えしたんですけれども、 正しくジャンパーケーブルをバッテリーにつなぎますと緑色のランプが点滅しておりましたパチパチってで取扱説明書ではですねこの場合緑色のランプが点灯するって書いてあったんであれちょっと変だなぁと思ったんですよねで審査会さんの方に確認してみましたらこれ点滅で正しいということでございましたなので緑色のランプが点滅したらそのままエンジンかければよいということになりますで 自動車のバッテリー板量が極めて少ない時は、えー、赤色のランプが点滅すると緑色じゃなくて赤色のランプが点滅するのでその時はブーストボタンを使うということになるということになりますねでシェルのジャンプスターターはですねバッテリー容量の違いで3種類のラインナップがありましてその中で一番バッテリー容量の少ない FJP011 というモデル これの使い方がですね今回取扱説明書に書いてあったということでこういう結果になっちゃったんですねなので取扱説明書は今後改善されると思いますでエンジンがかかりましたらまずここを外すらしいですなのでこちらを外しますはい抜きましたでその後にこちらを外していきます とということになりますねちなみにうっかりですね逆につけてしまったと本来であれば赤でこちらに黒い方をマイナスにつけるんですけどもし逆にしてしまった場合ですねちょっとやってみましょう。 こっちをつけちをけゃいますよ、ね、そうするとねこうやってピーって音がしてますつまりこれ逆ですよとダメですよということですねでここも赤いランプがついてるんですよねなので外してくださいということになります とというここでですねこちらシェルのジャンプスターターー私のようなド素人でも使い方分かりやすいですし安全にもね配慮されているので安心感がかなりあるなという印象でございますねこちら FFLFJP01 ですは、ね、バッテリー 12V 車用対応モデルでございましてバッテリー容量が2万 mAh ガソリン車で排気量最大約 8L えー、ディーゼル社で最大 3.5L というものに対応しているそうでございます、えー、楽天市場のデイリーランキングのバッテリーチャージ部門で1位を獲得しているということなんで人気もあるようでございますね、えー、車のバッテリー上がりの時はもちろんですねあと災害時のこういう予備バッテリーにもなりますんで、えー、一つはまあ持っておきたいアイテムだと思いましたはい 本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方は高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あと、ブログ、ツイッターもやっておりますのでそちらもぜひ見てくださいね。それでは、また